日本代表や J リーグといったフットボールについて、日本通のチアゴ・ボンテンポ記者に、お世辞抜き、で論評してもらうシリーズ。今回は8大会連続での五輪出場を決めた U23 アジアカップ準決勝イラク戦の初管、そしてこの世代のアジア王者をかけた決勝ウズベキスタン戦の展望についても語ってもらった。全2回の第2回、第1回も配信中。秘蔵写真、藤田 国母とブラジル記者が選ぶ五輪確定の4人は、やんちゃそうな松木の16、18歳児久保さん、三笘さんもサインしてくれた。など日本代表レア写真を全部見る。U23 アジアカップ決勝で日本が対戦するウズベキスタンは、日本人にはあまり馴染みのない国だろう。中央アジアの多民族国家で人口は3500万人余り。面積は 日本より2割近く広い首都はかつてシルクロードの中継地として栄えたタシケントだ決して身近とは言えない国とも国際大会で対戦し興味を持つ機会を与えてくれるのが世界中にほぼ満遍なく普及しているフットボールの良いところ A 代表は FIFA ランキング64位中日本は18位まだワールドカップ W 杯に出場したことがない いわばアジアジの中堅国だ2022年 W 杯はアジア二次予選で敗退しかし2026年大会は E 組でイランと同勝ち点を挙げ既に最終予選進出を決めている近年育成年代ではアジア予選を突破することが多く昨年の U17W 杯でベスト 8U20W 杯でベスト16 2022年の U23 アジアカップには日本と同様 U21 代表で臨み準決勝で日本を2対0で倒して準優勝を飾った日本もウズベキスタンも全大会を経験した選手が数人ずつ今大会に出場しており日本にとってはいわばリベンジの機会となる今大会の準決勝では準々決勝で延長 PK 戦の末に強豪韓国をどけてこの大会最大の